小池徹です。ニキです。さあ、ということで、ちょっと様子が違うと思いますけど、はい、兵庫県の淡路島に来ております。福岡以来ですか、そうですね、この YouTube のロケは。今回はですね、こちらの FBI 淡路さんというグランピングができる施設からお届けしましょうということでお邪魔しております。早速、じゃあ、中入っていきましょうか。行きますか。それ。おお、あ、魚魚魚。空撮したいと思ってるんで。おお、来た。すでに。映るんじゃないですか。私たちこんなとこに。あ、これだこれだこれだ。この施設の、はい、どこかにボール仕掛けます。それがこうズームインっていうか、ゆっくり加工していくんです。はい。で、見えた段階で手を挙げてもらって。はい。なんか2個あるの。これじゃない、これ。これ。よろしくお願いします。バーカウンターや。グランピング場にバーカウンターはもうないんですか。ないよね、はい、これはやっぱりちょっとこだわりがあっての。そうですね、ここのオーナーがキャンプ場にバーを作ろうっていうので。なんか景色も最高やし。そうですね、ロケーション特化してます。ちなみに大井さん、こちらの施設ではどんなことができるんでしょうか。こちらの施設では宿泊と、まあ、アクティビティに特化した施設になってまして、で宿泊も3パターンありまして、キャンプ、スタイリングテント、キャビン、この3パターン宿泊できます。なるほど、はい、いろいろ選べるんですか。アクティビティに関しましては、まあ、目の前海なんで、はい、海水浴入ってもらって大丈夫ですし、レンタルで、サップ、カヤック、釣りもできるんですか。で今流行りのサウナ。あ、もちろんサウナの後はそのまま海にダイブしてください。そういうことです。ここは、はい、カフェ&バーになってます。カフェで利用したりとか。あ、待ってなくても利用できます。そうなんですね。外の席見に行きましょうよ。あ、行きたい、はい、絶景ですね。あ、でもこれは普通にカフェだけでも来たいですよね。来たいよ。あの席やばいよな。たまんないですね。なんか色もカラフルでさ、すごいなんか、かわいいよな。映えそうな感じ。なんかここ来るといろんなね、形のテントも見えたし、はい、ね、そうそう、なんか泊まるパターンもあって、楽しめそうだよね、ね、なんか来ても。カウンターみたいな、あ、広い広い広い。おお、こたつが。かわいい。壁紙の色とか、なんかシーツの色とかが全部こだわってて、かわいいですね。みんなでこたつ囲んじゃったりとか。いいね。いいなぁ。かわいい。あら。こちらはみんな大好き、バーベキューですか。バーベキューです。あー、ポーチでバーベキューできるの最高。いいよね、うん、そしてあちらにはハンモック、はい、せっかくなんで。でも最高。これはもうおやすみなさいですね。寝ちゃうやつだ。次はどんなお部屋が。次は一番大きい8人部屋の。おお、8人でも泊まれるんだ。すごいね、8人かわいいですね。全然なんか雰囲気また違いますね。そうです。失礼します。これはめっちゃ楽しい。なんかこのはしごとかテンション上がるよね。なんかちょっと2段ベッドかる。キャビン変わる、うん、アメリカの小学校をイメージした椅子とかも全部、輸入したやつになってたり。そっか、すごいあったかい。そういうのが、そして立つのが怖い。これ2階なんか今すごいいい感じですよ。2階の景色。これは楽しそう、楽しそう。こう下と会話しながら飲むのも楽しいね。全部お酒がついてくる。飲みすぎは違うよ、ここは。落ちちゃう。ね、テントかな。上がるよね。わー、すごい。テントタイプ。キャンピング感が。うわー、これまたいいですね。いいですね。キャンプ感すごいですね、す急に。うわわわわわわわ。こんな感じになってんだ。これは異国っぽい感じするな。なんかストーブも置いてあるよ。お邪魔します。いやいやいや、ちょっとこれ座らせてもらってもいいですか。はい、大丈夫ですよ。お邪魔します。ここは何人泊まれるんですか。ここは6名。どの部屋よりも地面感じますね。確かに。はい、ということで、いろいろ見せていただいてありがとうございました。ありがとうございました。で、どうでした、ニキちゃん。いや、なんか部屋がいろんな種類があるじゃないですか、うん、あったね。
だからメンバーとか、まあ、好みによっても選べるし、部屋の中がすごい可愛かったです。ありがとうございます。欲しいもの全部ある感じがありましたね、うん、アクセスもレンタカーでもね、大阪とか神戸とかから全然車でもちょっとした距離で来れるから、うんうん、あっという間に非日常を味わえるっていう。そうですね、遊びに来てほしいなと思うんですけども、うん、せっかくね、ここに来させていただきましたから、はい、ドローンをね、うん、ちょっと飛ばして、後でちょっと遊ばせてもらおうかなと、はい、飛ばせるんですか？はい、ちょっとよかったら皆さん、初めて外でドローン飛ばせるということで、うん、ぜひその後も楽しみにしていてください。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。